アイ、はい、プレイしていきたいと思います。セブンですちょっとというわけでやっていきましょう。昨日はね、ちょっとね、特に理由があってやらなかったわけじゃないんですけども、時間があっていうぐらいなんで。どうそして、そして、今日はあっちの家をクリアリングしましょうっていうことでね、ついにクエスト出たんだよね、行きましょうか。そんでもってよ、そんでもって。 またまた大事件、大事件つ過、か、正事件つ過、か、まあ、一般人にとって大事件が起きたんですよ。<laughs> 畑行く途中にで、タイヤパンクしました、降臨。はい。はい、パンクしました。なので、えー、道中で、タイヤ、しかもね、スペアタイヤついてないんだよね、車ね。だから、 車屋さんに車屋さんタイヤ屋さんにペアタイヤを持ってきてもらって全部もう4人とも全部交換しましたいやーよくあんなんで走ってたなっていうぐらいね擦り切れてましたねという話よいしょいやー 本当、本当、良くないことは続くけども、まあ、怪我しなかったし、事故が起きたわけでもないので、今回は。全然 OK でしょうということで。ちょっと、ちょっと何、あの、出費費がちょっと取られちゃったかなぐらいであってあの、タイヤ持ってきてもらった分だね。まあ、それで、怪我もなく、えー、 事故でもなく。車も壊れず。タイヤ壊れたけどね。それぐらい済んだんで、全然よしとい言われるじゃん。<laughs> <laughs> ジャンプの仕方、そうださ。セブンデイズトゥデイアップデートきました。今度こそ。今度こそアップデートきました。パッチアウト軽く見たんだけど、特に、特に面白いこと書いてなかったんで覚えてないんだけども。 ゾンビのパスがちょっとまた変わったのかなだから今度のフェラルホードはちゃんと賢くやってくれる可能性があるということなのかもしれないです。どっこらゾンビ来たあとスリーパーの何かが変わったって書いてあったな。なんだろう。何が変わったのかなどう忘れ知った。もし。 もしご存知の方がいたらコメントいただけたらちょっと嬉しいかもな読んでパッとしなかったからうーんぐらいでスルーしちゃったんだよねこれ外かオッケーじゃあ上行きましょうおおいいねうわっちっちゃいはびっくりしたはびっくりしたああマジか スリーパーパってそういうことえリロードされてるリロードされてる ?OK ーー。ちょ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 とドキドキがたまんねえんだけど今のやばっビビったーマジ。マジでビビった今のは。いでの大き火を見つけるだからな。 いいないねこれ取ったから何かが発動するわけじゃないからねただクエストはクリアになるだけなんでえあ今ので起きた大丈夫いるね寝てる音するね起き方変わったのかなちょっと右がこれ嫌だな 分からんねんう。大して変わった気せんけどね、今の反応。うっ、何なんだろうか。あと、乗っ取られたやつに対してのコメント、皆様ありがとうございます。励みになっておりますし。 やられた方結構多いっていうね。いろんな、いろんな形であれ。<laughs> ほんと、ほんと怖いよね。で、エモテット。エモテットの類なのかしらっていうコメントあって、どうなんだろうな。いや、あれはね、自動送信系ではなく、もう完全に YouTuber をターゲットとして送ってると思います。 YouTube って、あの、説明のところにね、ビジネスメールっていうのがあるんですよ。メール受け取るアドレスみたいなの設定できて。で、そこに向かって、多分片っ端から送って、YouTube のアカウントを乗っ取ってみたいなことをしてるんだと思われます。おガラクタ。ガラクタっすね。これ簡単にね、使う。 で数打ち当たるのうちに私の私も当たっちゃったっていう感じですね <laughs> 残念だわマジでリテラシーの低さを晒してしまったわいやまさか自分がって思わんじゃん思うんで起きるんだよ起きるんだよ ああいうのはね本当にねタイミングなんだなって思うちょっと気が抜けた瞬間にやっちゃうもんなんだなっていういつもだったらもっともっとガチガチにチェックしてるのにさむしろちょっとおこれウイルスじゃねえのぐらいでちょ逆にいろいろやってるぐらいなのに それの木抜いた瞬間だからもうアウトっすよアウトっすよアウトだ数じゃん当たるんだよああいうのうわー、警察官いそうおっったいいしょーい OK うわ うん多分、詐欺もあんな感じなんだろうね。数一当たるんだよ。オレ折オレ詐欺とかも。数打とけ誰か一人ぐらい引っかかるみたいな、そういう、そういうノリなんよ。良くないね。良くないけど、そういうもんなんだよな、きっと。 ああ、言うの、逆、十分逆だったな。なんで、まあ、私が、私が踏んだからには、誰かお金踏む人減らしてほしいよね。くもちゃんもちょっと、教えて歩いてこいんで、ありがて。んあのチェスだっけもう覚えてねえな。 知り合いでこむちゃん知り合い多いからね。こういうのありますよっていうのは教えておきました。残念だったわ。うん、売っぱらうか。うっぱらおう。売っぱらおう。こんなにいらんだろう、声音とか。そもそも音立たん装備使ってるし。出したことも、うっぱらっていいんじゃな、ね、い そろそろさ、これさ、金目のもの溜まってきたよね。植えて。金目のもの溜まってきたからまとめて、売っ払う。薬、薬。よいしょ。使う。よし、再開。 切断するんでこっからこよいしょこっちやないなこっからかあさってあるこっちも OK あれこのもんだっけけっけっけっ いるのねちゃんとそこにいるのねよいしょ Mac でウイルスかかったって人いたな MacMacID を盗まれたかウイルスではなく iPhone 使えなくなるしソフトウェアのバージョンアップできなくなるしって散々だなしかも Mac ってさ 逆にそういう情報少なそうだからさ対応も大変そうだよね Windows とかだったら Google とかだったらもうそっから中の人が引っかかってるから情報はいっぱい転がってるんだけれども、まあ、今回のウイルスに関してはもう分かんないんだけどねウイルスっていうか、まあ、マルウェアっていうのか何になるのかも どういう類のやつなのかもよう分かってないけどもそうもしねそういう系の YouTuber のお知り合いがいるとか見て見たことのある方がいたらちょっと名前とか教えていただけたら連絡するかもまだ確か俺削除せずに残してあると思うんで。 確か確か消してないはずさすがに圧縮はして保存したって気がするけどでもなあれどうなってんだろうな軌道をチェックしたんだよでも昨日ね昨日また Google から切断されてマルウェアが なんていうの感知されましたみたいな感じで。まだいるっぽい。ウイルス再インストールしないといけない OS。もうだるいなぁ。絶望だよね。ちゃっかりなんかリテラシーの低さを罰せられた感じだよね。それもそれでおかしい話だけど。 まあ、とりあえずウイルス対策ソフトで絶対引っかからんわあれはっていうおっきた肉脂中レシピこれは当たりやでであとコメントに何だっけこれは大丈夫とか言ってる人がいるっていう事象なんとかっていうそう大丈夫のサイトは大丈夫って言い切れる場合もあるんですよね 例えば分かりやすいのがネットサーフィンをしていて突然あなたのパソコンがウイルス感染していますって出てくる場合ねあの場合は2パターンあってやばいサイトを踏んだかもしくは広告ですそれ実はウイルスって見せかけの広告が出てきたかそのパターンがあって まあどっちの場合も大体一緒なんですけど、広告のパターンだと、ポップアップとか出てきて、いかにも、いかにもウイルス対策ソフトが感知したようなのが出てきたりとかね、あなたのパソコンがウイルスに感染していますって、普通の人だったらちょっと焦っちゃうようなね、音も鳴らしてみたりしてね、そういうのが突然出てくるわけですよ。 で、対策するにはこちらっていう URL が書いてあって、それをクリックして、対策するためにまずウイルス対策をするから、なんかインストールしてくださいって言われて、で、その対策用のインストールするわけですよ。でも実際そのインストールしてるのは、もう、詐欺、詐欺業者に向けて、 パソコンのアクセス権を与えるっていう自分で悪たことをやってるわけですよねなんでそういう場合は広告とかはもうサイトとかは無視して大丈夫そのまま従って何かをインストールしたら自分でウイルスインストールしてるようなことになっちゃうんでねまあ変なもんダブルクリックしないとかそういうのが大事ですよ <laughs> ダブルクリックしちゃった俺が悪いよ いやびっくりうーんとこれパラっぱッうこっっていいよね持ってるもんねこれパラっうでもなあどうすりゃええんだって話よなあといってパソコンにミヤドとかを保存すんなってメザードじゃない か保存するなっていうのは相当不便だからなその線引きをねどこまで不便に暮らすかっていういやーちょっと前まではさちょっと前っつってもまあ結構前かパソコンにメール落としたくねえからっつってブラウザでグーグル行くたんびに毎回 ちゃんとパスワード入れてる上にしてたのに超めんどくさくなって大丈夫だろうって思ってたよね蜂蜜はこっちにしとくか体育のチェストも溢れそう残るところあと5マスよしこれで とりあえずクエストが終わりましたんでえ何、ー、かもらえますおこれいいんじゃない大容量タンクは、まあ、ありがたいね仕事どうしよっかあ近いえティア5近いどっちがどっちやったか覚えてねえなスカイスクレバー2と3があるんだって どっちもマーカーつけてねえわ。じゃ2から行こっか。2だけ。えー、え。スカイスクレパー2ですね。なんかマークついてる。本屋さんっすね。これね。えー、保存。でブック消すかも。どのブックだよ。これかなきっと。もうマイク、マークつけます。えー。 スカイスクレーパー、スカイツーって書いておけばいいかな。読めるこれちゃんと。な、ダブって読めないとかない。ちょ、やっぱ1個消そう、ブック。あれ、ブックって分かった方がいいか、後から。まあ、いいや。というわけで、じゃあ今回は、あの家をちょっと改良して終わりにしよっかな。どうしようかな。うっぱらうまでやるうっぱらうか。 ショップの品ぞれ見るのはせいつさんに見てみようそろそろ変わってそうだもんねえー、っとうん何もないなあこれ一緒だ多分前回見た気がするこれやってみたいけどな買っちゃうか 売ることができます売ることできますっていう本当に売れるのかっていう話をやってみようちょっ気になるもんねキノコだ何売ろっかなああわかったコンを全部同じ値段に並べてみようそれで なくなるかどうかを試してみようよ,よいしょそれは良い考えだ10個だってこれどこに置こうかな自販機上に置いちゃう <laughs> なんじゃ心このえ ほんと適当。ほんと適当だわ。よいしょ。よいしょ。おっ、入れた。じゃあ、同じ値段の本がいいかなどうすんなら。同じ値段の本が125、200。おっ、200があるね。125、200。 1 2十五2 5二十五いっぱいあるか1 2十5売るか。石こんだけやったらいいんじゃな、ね、いこれはお。おマジあ、値段設定しなくていいの俺。あ、マジであ、それいいやん。 で、前、値段設定しないといけんかったもんね。改造だってどういうことなんだろすべて取る。集める。ええ待って。1、2、3、4、5、6、7。あと3冊125売りたい。125ある ?50 だって。125。 125がないあらあららららら,らないねじゃあもう200でいいか何をろっかなそしたらなくなったのが分かりやすそうな200ガソリンとかこれで10個になる あ、なんかスタッ腐り散った12345678910個 OK イエスおっか多分全部ついてんだよな燃料燃料入れるのつけられないわ今えー、燃料持ってペラルホールいつだ 42?42 42だねで今回はえー、裏から行きたいのでちょっと裏チェックするかゾンビがこう来てあ一回こいつらこいつら邪魔なんでよいしょ しほげだねでゾンビはこっから上がってってこっちを経由してあそこに上がっていくじゃんでここらへんにタレットを設置してバス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 ってもらいたいわけよでここのあでもこれさこれ確かペットだったよな手すりと階段 そうだよねはいそうだそうだ手製と階段セットだなんでえどうしようどうしようえー、えー、この前のあのさなんだっけパスパス打つやつ名前出てこないねあいらないか バイクトラップなんか違う気がする。ダートだ、ダートトラップ。あれを、もうちょいどうにか、当たるように、ゾンビに当たるように、なんか一直線作りたい、よね。うん、なんかいいことないか。上から下に向けて、下から上、下から上、ああ、ダメだな。 ダメだな絶対当たりにくいもんなもう無理だよな当たんねえよあのあのトラップもうなんかこっちに L 字でさ1マスこっちに向かって俺に走らせるしかねえよそこで受けて立つみたいなだこうこうつないでこう来てこう来て こう来て、こう行って、俺にたどり着くみたいな感じにする。そうすればいける。いやこっち2マスにして、こう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 、みたいな。いやーそこまで伸ばしたら殴り始めそう。まあ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 。という感じにするので、えー、こっちは壊していいかな。 家の中は用済みでよいしょ親は起きてくるわこっち壊すじゃんこれで縫うと切れるのでは こっちも壊せるか。これで表からのルート切れるような。ダメだこりゃ。あ、大丈夫か。階段、階段形しないか。よいしょ。こっちも壊して。これで下からのルートはもう、もうあそこに統一されると思うので。 さすがにね。念のため後ろ取られたら嫌だからこっちで念のため、ね、うわっ、逆効果かこれもしかして。こっから上がってくるか。いや、大丈夫だろうきっと。きっと大丈夫だろう。違うだからここも切っとこう。どんどん家が削られていく。うわ むしろこっちの方が登りやすくなった説うわしゃあないかこ壊すか方がダメじゃん OK こっちのポリスないよね これも壊してちょっと暗くなっちゃうけどこのもんかな登れねえじゃん登れなくなったじゃん俺そうしたらまあいいんだけどよいしょ OK というわけでじゃあ親もう来てくるでしょうしお食べないよかよかということで今回もご視聴ありがとうございました 次回こっち改造していきましょうか。壊しとこうか。なんか物持ってたら、なんか視界で、物の視界で、このトラップに突っ込みそうだからね。よいしょ。OK。これで、え、えー、階段は多分使わねえようなゾンビな。 階段からこう行って、ここ壊してからじゃないといけない。いや、多分そんなバカなことはしないと思うけど。うん。なんていうか、こう行って、そうだな、あっちの方が長いもんな。こう行って、帰ってきて、で、俺はここら辺で眺めててみたいな感じかな。まあ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 、しょっかやって、眺めてて、 ゾンビ上がってきて上行ってこっち通ってきて俺にたどり着くとでその道中で、えー、スパイクトラップでプス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 打ってもらうって感じで、ね、こっから向こうに向かってスパイクトラップ打ってもらえばダーツトラップダーツトラップ打ってもらえば俺,俺には当たらないもんねゾンビの背後から打つ感じになっていう、えー、のではというわけで今回もご視聴 ありがとうございました。正式でした。